리크! 王様! 소라! 遅いぞ 悪い! 세무나스! 帰りは どこだ? 帰りが どうかしたのか? セムナスに 連れ去られた! <笑>落ち着け少年 ソーラだ! 13の闇と7つの光は 衝突によって ここに 9つの鍵が揃った 鍵? 残る鍵は4つ これから最後の4つの鍵を生み出すこととなる 結局13人全員と戦わなければ 鍵は揃わないだろう! ふん、何のためにプリンセスを捕らえたと思っている? カイリ! キングダムハーツが出現しても お前たち4人を倒し 扉をすぐ閉じてしまえばいい! そうだな そうかもしれん お前たちが無事ならばな やっか!
えろ。何がおかしい？言ったはずだ。大きな代償を払うことになると。だから代償ってなんだよ。俺は元の世界に戻り、未来へと進む。だがソラ、お前は違う。お前の旅は終わる。はあ？さようならソラ。お前はこの世界から。アンセム、これで俺とお前の旅も終わる。不思議なもんだな。なんだか寂しさを感じる。お前は闇さえ包む強さを持っている。もう負けていたようなものだ。少し悪あがきも考えてみたが、我々の仲間に裏切り者がいると知っても、正直どうでもいいと思っている自分に気づいた。アンセム、さあ行くがいい少年よ。お前たちはまだ探求の旅を続けるのだ。
んがいい。さ、これが無の力。これまで食いつくのや、は、よ、リアしよう。まだ終わらん。今のお前には心があるんだろ。何を感じてる。これでよかったのか。そうだな。私は仲間も得たが、彼らを捨て駒にもした。結局残ったものは孤独。長い時間忘れていた感情がやっと戻ったと思えば、それは寂しさだった。こんな感情ならやはり必要なかったな。それが人間だよ、ゼムナス。そっか、人間か。人間は強いんだな。でいよいよ12本、最後の一振りだ。さあ、空、
光と闇の最後の衝突だ。与えよう。キーブレード戦争の続きを。おお、これぞ真のキーブレード。さあ、真のキングダムハーツよ、我にまだ見ぬ世界の真理を。やっぱり三人で一人前がいいよね。ドナルド、グーフィー。まったく、僕の愛は予算部屋の愛は、それは。ソラ、マスター王様、止めなきゃ。よかった、僕の声が届いてるんだね。もうキングダムハーツは開かれた。うん、帰りだ。王様、カイリが。らしくないな。砕かれたカイリはまだ取り戻せる。みんな、どういうこと？マスターゼアノートは策をいくつも講じる。セブンハートであるカイリを結晶化して手に入れたんだ。キングダムハーツを完全に開くまでの保険、最後の一手として。どうやって取り戻せば。一つだけ可能性がある。王様、レク、大丈夫なのか。心配ないよ。ああ、可能性って。承認試験の時、ゼアノートは自らがポータルの存在になったことを告白したはず。それを使えば場所も時間も超えられるはずだ。うん、でも危険な戦いになる。アクア、リク、僕ら三人でゼアノートをこの世界から引き離そう。わかりました。待って、俺が行く。ソラ、一番まずいのはキングダムハーツだろ。ゼアノートは俺に任せて、みんなは扉を押さえてよ。
分かったよ、ソラ。任せて。キーブレード使えないからここで役に立てないしね。三人で一人前だからな。みんな急ごう、闇が広がっている。帰りは大丈夫だよ。心を感じる。ありがとう。この後、最終決戦を終えても帰りは戻らなかった。このまま過去の自分と行動を共にしても帰りは見つからない。どうすればいい？帰り、どこにいるんだ？スターゼアノートのポータル。